た、もう灰焼けになった遺体をこう抱えて、二人で抱えて丁寧にこう乗せていたのが、しまいにはね、二人で123掛け声かけて火の中に投げ込むんです。しまいには8月4日だか5日はね、あの広島の北の方に横川っていうところがありますよね。横川へね、あの舞台のおやつ用の琵琶をね、ある農家から、要するに提供してもらうんで受け取りに行ったんです。で船で鴻野浦から宇治のまで船さん、ほんでね、演習に、要するに訓練に出る準備をね、あのバラック建ての、兵舎の中で準備して、その時はの例のピカですよ。窓からピカって入ってきて、ほら、えらいことが起こったってんで、なんだろうってこう外へ飛び出ようとして、途中でゴーンのものすごい音でした。そのゴロンを聞いた直後というのは例の不正ですよ。もう訓練ができてますから。でね、もう11時頃にはもう出動命令です、ね、でその宇品のその上陸されたその瞬間が大変なんです。あの桟橋にね、あの運ばれてきた重傷者がずらーっとこの並べられていたんですね。座ってる者もいましたし、横になってる者もいましたし、その重傷者の姿が恐ろしかったんですね。これは地獄を見たと思いました。で、宇品から少し北上してね、あの三幸橋の周辺、この周辺でその重傷者の救出活動です。その重傷者っていうのはほとんどこの爆心地から逃れてきて、こう倒れちゃって動けなくなった。で、その人たちをね、当時ほらやられてるもんですから、トラックでこう運ぼうにもほら瓦礫のこうなってる状態なもんですから、トラックが行き来できないもんですからね、それの要するに邪魔者を乗ける作業で、トラックがこう行き来できるようなそういう作業で、それとの倒れて動けなくなった人たちをそのトラックが通れる道まで運んであるんですよ。そういう作業がね、8月6日何のかぐらいまでやりましたかね。でその重傷者のその火傷の状態がひどかったんですよね。こう足の部分とかこの肩の部分とかなんてのは当初夏でしょ。だからみんなあの薄着たもんだから火傷でやられて、それがね、火傷の状態が本当にすごいんです。こう掴むとぐさっと、で、あの、まあ、皆さんみんなあのお話しするだろうと思いますが、あの水をみんな欲しがるんですよね。兵隊さん水、兵隊さん水ってあの水を欲しがるんですよね。でもうあらかじめね、あの大やけどをした人たちってのは水やるとすぐ死んじゃうから水をやるなって言われていたんですけど、水やらなかったんですよね。ところがみんなほら、僕らが運んであげた人たちがトラックで宇品へ運ばれる前にもみんなね亡くなっていくんですよね、うん、今でもお忘れにならない、なりません。今思うとね、どうせ死ぬんなら
水飲ましてあげればよかった。ほらみんなほら軍隊用の大きな水筒を持ってますから ね、 ね、その重症者の救出活動の後は8月13日だったか4日まではずっと死体の焼却ですよ。ちょっとその様子もうね、生まれて初めて人様を、亡くなった人の火葬の仕事なんてやりまして、あの自分たちで持ってたスコップでこの壕を掘りましてね、まあ、仮の火葬場ですよ、掘って、でその上に焼け残り、焼けのといってもどの程度の焼け残りが残ってたかよく分かりません。もうみんな燃え尽くされていますからね。でこう渡してその上に遺体を並べて、でこれ石油管で石油を持って行ってましたからね。その時はどういう気持ち？いやね、最初の頃はね、相手は人間なんだという意識がやっぱりありますよ。で割合に丁寧に遺体を掘り起こしてそれにこう並べるので、とは数多いでしょ。そんな丁寧なことをやっていられなくなった。で最初の頃はね、あの刺繍っていうのがもう強烈なんですよね。だから手ぬぐいでこうマスクをして、タオルなんかありませんから手ぬぐいですから、手ぬぐいでこうマスクをして、でブロテ袋をこう持ってきましたから、そのブロテ袋をして、その焼けたもう半焼けになった遺体をこう抱えて、二人で抱えて丁寧にこう乗せていたのが、しまいにはね、二人で一二三掛け声かけて火の中に投げ込むんです。しまいには、でしまいにはね、今度はね、夏ですからマスクをしてると苦しくてしょうがないと僕を外して、もう刺繍なんか何とも思わなくなっちゃう。手袋なんかももう外しちゃって、もう匂いも掴んだ時のひどい感覚なんか全然忘れて、もう人間が人間でなくなって、人間を人間と思わなくなっちゃう、そういう状況だった。我々がそうやって乱暴に火葬するわけですから、きれいに焼き上がるお骨になるわけないですよね。内臓が残ったり髪の毛が残ったり、周りの火の周りから、体の一部分がみんな焼け残ってる。で翌朝になるとみんなあの穴を、別のところに穴を掘って、それスコップでね、十分に焼けなかった遺骨をこうすくって、その穴を掘ったそこにこう風の椅子をするんですよ。まあ今思えばひどいもんですよ。人の遺骨をスコップで掘ってやるんですから、そういうまあ悲惨な状況をやっぱり皆さんにお話ししておきたいなというふうに思いますしね。